気を極めた女教師が意識を取り戻すと、そこは不思議な森の中だった。その横には同じ顔をした女性が座り込み、心配そうに彼女を覗き込んでいる。ご気分はいかがですか？大丈夫です。あまりに気持ちよさそうに言ってしまわれたので、少し嫉妬しましたわ。おぼろげな意識の中で、自分の地帯を見られたことを思い出し、女教師は顔を赤くする。その様子に目を細めた女性は、背筋を正すと、艶やかな声で名を告げた。私、かぐや姫と申します。夜のお名前？と、女教師はつぶやいた。私は正真正銘のかぐや姫ですわ。ご冗談を。しかも私と同じ顔で、あなた自身が不思議な力を振るっているのに、私のことは信じられませんか？そうですね、おかしなことがたくさん起きているのだから。きっとこのようなことも起きるのでしょう。ご理解いただけたのなら何よりです。では殺し合いましょう。これで体のほてりが収まりません。殺し合おうと歌うように彼女は言いました。なぜ？と返すと、そういうものだからと彼女は嬉しそうに笑いました。そういうものなのでしょう。
私からの戦いの誘いに女性は少しの戸惑いとともにうなずきました。ああよかった、私と同じ顔をしたこの方は大層強そうでしたから。浅ましい私を叩きのめして
罰してくれる人がいるのなら、それがたとえかつて生徒に教えた物語の登場人物でも構わない。私は散々戦いました。でも私以上に強い方はいなかった。それならもう私自身にいじめてもらうしかないでしょう。
もしかしたらこの人は私より強いのではないか。だって虚構の人物なのだもの。そんな一縷の望みをかけて私は攻撃を開始した。彼女の一撃は重く深く私を叩きのめした。初手で分かりました。これです。私が求めていたのはこの強さなのです。
面白いように私の攻撃が決まる。そしてそのどの攻撃もかぐや姫は潤んだ瞳で全力で受けている。なんだかずるいですね。これでは体のほてりが収まりません。あら、彼女の戦い方が変わりましたわ。攻撃を避ける素振りがありません。仕方ないですね。だって私なんですものね。Thank you.
Kaguya 姫と女教師は己の力を全力で振るう。そしてその攻撃をかわすことなく互いに正面から受け切った。傷が増えるたびに二人の口から歓喜の喘ぎが漏れる。蹂躙されている、罰せられている。なんて気持ちいい。痛みをくださいな。私のことももっと罰して。あなたならもっとやれます。頑張って。あなたこそもっといけます。あまりの心地よさに二人の精神はトランス状態に陥った。攻撃の手を緩めるという考えはもはや存在せず、ひたすら全力で互いの攻撃が与える快楽をむさぼり合う。そしてついに女教師の攻撃が体を貫く痛みに、かぐや姫は絶頂を迎えた。ありがとう。私はこれで満足ですと言い残し、月の姫は消えていく。そんな、私まだ。地上には欲望を抱えたままの女教師が一人残された。
この事件予告のすでに13回目。皆様に愛され続けたジョッカーです。しかし毎週更新だなんて誰が考えたでしょう。収録前後もジョッカーを拘束されますし、夜中に呼び出され。それはまさしくブラックホット、こんな時間に誰が来たようです。